皆さんこんにちは。グリーン&ニットの生徒のともみです。そしてこちらがみどり先生です。はい、はい、今日はみどり先生何作るんですか？はい、今日はですねクリスマスリースのブローチを作りたいと思います。かわいい。この辺とかにちょっとついてるといいですね。これみどりさんの今の格好に合うかも。あ、ほんと？うん、うんかな、うん、ちょっとちっちゃいけど、うん、これちょっと作っていってみましょう。かわいい、かわいいね、うん、まずシャワーブローチドーナツっていうのが、うん、こういうのがもともと売ってます。はい、こういうのはこれをちょっと開けていただいて、はい、でもうブローチピンもついてるから、お、そう本当はね、なんかこうなってる。そうそう、2つ、うん、パーツがあって、うん、これ爪がついて2つに分かれる感じ。ブローチピンがついてる方は後から使うのでちょっと置いといてもらって、うん、今日はこっちに、はい、うん、これね、あのビーズとかを編みつけるというか縫い付けたりとかするためにこう穴が開いてるんだけど、今日はこの穴自体は使いません、うん、穴使わないの？こんなに穴の、そう、こんなに穴穴通すのかと思ってた、うん、穴通さないからね、うんうん、で、じゃあどれでやる？そうだな、うん、私今日の自分の格好で合わせたいから、うん、黒かゴールドか、うんうん、お好きなのでよろしくてよ。これとか使えるんですか？うん、使います、使います。じゃあこのゴールド系でいきます。ゴールドでいきますか？うんうんうん、じゃあこれとこれでやっていきます。はい、これでね、うん、あの細編み、ええ、これなんか巻きつけるだけじゃないの？編むの？そう、編む、巻きつける方が多分大変だと思うんだよね。ちょっと糸端を探してください。はい、糸端探してきたら、うん、編むようにとりあえず持ちますね。はい、うん、あ、じゃあ一緒に同じようにやろうか、うん、同じようにお願いします右手でまず糸端とドーナツ持ってるね、うん、で、小指の上にかけます。こっち、うん、そう、かけます。で、後ろからぐるっと持ってきます、うん、あー、はいはいはい、うん、これで人差し指がピンと立って、うん、糸がしっかり固定されれば OK。 こうですね、うん、うん、うん、まずですね、うん、ドーナツの穴に針を刺します、うん、うん、でーんと刺して、で、糸持ってきてください。ちょっと大変だけど、うん、はい、うん、で、このドーナツの外側の円まで針を上げて、うん、はい、うん、で、ここで細編みをするので一回かけて引き抜く、引き抜く、はい、うん、そう、で、これの繰り返しでまたドーナツの穴に入れて、うん、持ってきて、うん、で、2つかかったら引き抜く、うん、全部引き抜いちゃう？そうそうそう、全部引き抜く、うん、はい、そう、その繰り返しです。へえ、これでね、一周していただきたいんです。で、私が選んだこのベロベロベロってついてる糸は、うん、ちょっとごまかしが効くので、うん、あんまり編まなくていいけど、ともちゃんのあんまりピロピロついてないから、うん、ピロ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 にしてこれめっちゃ頑張んないと、そうそう、ちょっと頑張ってみてください失敗した。あれだね、その糸ちょっとごまかし効かない感じだね。全然ごまかせないです、これ。やっぱりこれこっちの方がごまかし効くっていうか、なんかピロピロしてる糸に変える、うんうん、うん、こういうのってあるよ、うん、うんうん、ごまかせるやつ。あ、じゃこれは、あ、それそれそれ、これごまかせる、うん、それごまかせるこっちへ行こう、じゃあはい、キンキラキンでいいんじゃない、これ。そうですね、うん、1回、うん、ここで準備ができて、で、うんうん、で、このね、うん、糸端を一緒に編みくるんでしまうと、うん、後で糸始末しなくていいから、ドーナツと一緒に糸端も編みくるの、うん、あ、そうそうそう。で、ちょっとコツとしては、うん、こう持ってきた時にね、うん、このドーナツの外側の円周までこうちょっと引き上げてしまう、うん、で、この向こう側で引き抜く感じにすると綺麗になるかな、うん、いいんじゃない、それすぐ出来上がりそう、うん、ごまかし効く、ごまかせる黙々だからね、もほもほっていうのそう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 、早い早い早い、もうラストスパート、うん、なんかクリスマスのいい思い出とかある？クリスマスのいい思い出、うん、うん、好きな人がさ頑張ってティファニーを買ってくれたっていうのは思い出はあります。ティファニーね、うん、いいよね、うん、箱の色が素敵だね、うん、あのティファニーブルーって言うんだよね、うん、あれをね、買ってくれたの、ねー、うん、そう、嬉しいよね、嬉しい、アクセサリーもらうと嬉しいよね、うん、で、何にお返ししたかっていうと、うん、ジーンズメイトのシャツだったから
すっごい差があるね、その間幅があるだって貧乏なんだもんジーンズメイドのさ、しかもさ、セールになってるさえ、あのママセールの中から、うん、ってした心がこもってるねもうぐっしゃぐしゃの中からそれ何喜んでもらえた？喜んでた。もうないもんだと思ってたからって言ってた。ないと思ってたからって。うん、あ、いいんじゃないですか？あ、いい感じですよ。うんうん、じゃもう早いでしょ？これすぐできちゃう。うん、切ります。はい。私もできたんで切ります。とじ針で中に入れ込んじゃいますね。編み終わったら、うん、糸このまま引いちゃって、うん、でとじ針に通して。感じて、うん、適当にこう通しちゃって、うん、そう、あ、すごい、もうキラキラだね。いいんじゃない、いいじゃない、うん、素敵じゃん。ここになんかステッチがちょっと入ってる感じで、うんうん、どう？かわいい、かわいい、うん、こんな感じでできました。できました。どう、うん、かわいい、かわいいね、うん、で、そしたら、うん、リボン先つけようかな。はい、つける場所も結構重要だったりする、うん、オッケー、うん、てます。んみどりさん の、 あの思い出に残るクリスマスイベントどんなんなんですか？ないです。なんでないの？私ね、なんかね、なんかプレゼントもらったとかないの？なんかね、うん、お付き合いしてたとしても、うん、なんていうのかな、なんかイベントの前になると、うん、なんか不機嫌になっちゃって。誰が？私自身が。なで、だいたいイベントの前に別れるのなんでよ。じゃあ1年続かなくなっちゃうんじゃない？そうそうそう、クリスマスとか誕生日とかが近づくと うんうん、なんかね、うまくいかなくなって、うん、どっちの別れちゃう。どっちの誕生日？自分の方の？そう、自分の方の、だから、もらえずじまい。意味わかんない。わかんないでしょ、うん、はい、はい、あ、かわいい、かわいい、かわいい、うん、じゃじゃーん、うん、で、これで、さっき話したこのもう一つの金具ね、これ、金具ね、4つね、細かい爪がついてるから、うん、この爪を留めるだけ。だから、はい、このブローチピンが水平になるように、うん、そうだね、うん、うまい具合にやってください。できた。かわいい、かわいい。これ出来上がりですか？うん、おー、完成です。完成です。つけてみて、うん、どうかな、ちょっと曲がってるけどクリスマスリースのブローチが完成しました。はい、グリーン&ニットではこのような作品を作ってワークショップもしてます。インスタグラムも開催してます。概要欄からアクセスしてください。それではまたね。バイバーイ。